前何をしている？やあじゃない！まさか私の後をつけてきたわけじゃないだろうな。証拠はあるのか？お前が私を尾行していないという。姫伝説か。関わるなと言ったはずだが。こんな間抜けな夫もいないだろうしな。いや、何でもない。こんなところをうろついていると無事で帰れるかわからんぞ。以前のように早々運良く私が現れるというわけにもいかんしな。
うか、この辺には今日はいないか。あれは手がかりでしかない。本命はあれじゃない。どちらにしても貴様には関係のない話だ。私の知っている学者や教員というのはろくなものじゃなくてな。私は正直教職者というのが嫌いなんだ。だけどお前は私が知っている教職者とは少し違うらしい。話している間にまた忘れちゃうんじゃないのか。これが発見なのか。それにしてもこんな学園の裏山なんかにあってよく今まで発見されてなかったな。お前って本当に研究者なんだな。
様一人じゃ危険かもしれないから一緒に下山してやろうと言っているんだ。礼なんて言わなくていい。ハーブティーには癒しの効果もありますし、一日の疲れを取るにはちょうど良いかと思います。ありがとう。さて、私もさっぱり存じ上げません。ただ旦那様のことですから、どこかで調査に没頭なさっているのは間違いないでしょう。頼りがないのは何とやらと申しますが、旦那様の場合まさにそれで、何かしらの連絡がある方が心配になります。
旦那様の場合、間違いなく心配するだけ損ですから、ご安心なさるとよろしいかと。本当だね。お父さんのこと心配して、心配通りだったことなんて一度もないね。何か？ごちそうさま。お嬢様、すでにお風呂の用意ができているので、さっさと入ってきてください。はいはい、そうじゃないとお兄ちゃんの詐欺も入れないのね。わかりましたと。高村様、少しよろしいでしょうか。先ほどの旦那様のお話なんですが、そうではありません。先ほど申し上げた通りです。ですが、あまりお嬢様の前で旦那様の安否に関する話はしないでください。お嬢様はああして明るく振る舞い、平気そうな顔をしていますが、今頃は胸中複雑なはずです。なんだかんだと言ってもまだまだ子供ですから。しかし、より正確に言うなら、旦那様のことを話題にするのがよろしくないわけではない。旦那様の話自体はお嬢様も好きですから。問題は高村さん、あなたです。高村様が不安そうにしたり、心配そうにしたり、そういった態度をお見せになるのがよろしくないんです。
まり深刻にお考えにならないでください。深刻に考えていることがまたお嬢様を悩ませてしまうかもしれません。はい、そうです。なんでしたら、どんな拷問にあっても平気で笑っていられるだけの精神修行のメニューをお教えしますが、そうですか。発掘作業などで紛争地域などへ行かないといけない場合などには有効です。そうなんですか。ですが、旦那様は銃弾飛び交う中、平気で発掘作業を続けていた時もありました。